はい、昼ビール放送局、今日のアウトプット。今日も私、LGBTQ クイアのマコネと一緒にダイエットのお勉強をしていきましょう。はい、今回は運動とダイエット法則について。法則だよね。はい、ついに、第8章に突入しています。この章が終わると、2級相当のものはここで終わりです。次は1級相当のものになっていきます。そんなわけでですね、この最終章、一緒にしっかり勉強していきましょう。このポッドキャストは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネが、普段勉強しているテキストをもとに、皆さんにね、その内容をシェアするというものをアウトプットしているものです。このテキストというのは、各章ごとにいくつか問題があって、その問題を答えていきながらダイエットを学ぶという仕組みになっているんですが、私自身はね、その章をもうすでに1回勉強したんですけども、その内容を皆さんに資料を交えてお伝えすることで、さらに私自身のね、学びをしっかり確実にして、次のね、試験に向けて勉強していくということでアウトプットさせていただいてます。なので皆さんと一緒に私もこれを学びながら前に進んでいきたいと思ってます。そんなわけで今日のお題はというとこちら。はい、今日の問題は、毎日激しくきつい運動をすることがやっぱりダイエットの王道だ。 毎日激しくきつい運動をすることがやっぱりダイエットの王道だ。わかんないでもないけどね。でもそんなさ、激しくきつい運動毎日なんかできないでしょ。そう、私は無理だな。その中で今日のテーマはこちら。今日のテーマは、個人に合ったダイエットのための運動法。さあ、どんなお話になっていくでしょうかね。その中で一番最初はこちらからです。運動の定義なんですけども、テキストには別に運動の定義とは書いてなくて、私は勝手につけたんですが、運動をわざわざ言葉にするんだったら、立っているだけでね、立ってるだけで何もしない状態も運動。逆にもうフラフラしてもめまいがするぐらいガンガン動いて、心拍数マックスで倒れる状態になっても運動。だから運動にはやっぱすごく幅があって、全部運動なので、言ってしまえば普通に生活して、お仕事行くでも運動だし、そう、寝る前ね、ちょっとね、ストレッチするのも運動だし、起きて生きてる限り運動っちゃ運動。そう。でね、ここで大事なのは、大前提なんだけど、世の中に短期間で大きく結果を出す健康的なダイエットなんかない。健康的なね、ただ単純に体重を落とすだけだったらいろんなやり方があるかもしれない。けど世の中に短期間で健康的に痩せる、健康的にダイエットする方法は短期間ではないっていうことが大前提としてあるんだけど、となればね、運動においてもね、そう、継続的にできることが大前提。そう、継続にできる運動でなければダメなわけよ。じゃあ継続できない状況というのを挙げてみると、怪我とかね、怪我したりとか、同じ運動してる結果障害になっちゃったとか、そういうリスクあるものはやっぱり長期間できないよね。例えばさ、例えがいいかどうかはないけど、バレーボール、あれもすごくずっとジャンプする競技だから、ある程度年齢いってから始めて、ジャンプジャンプ着地着地を繰り返していると、結構腰やられたりしたりするわけよ。そう、だから若いうちから続けてやってて、そこのね、必要な筋肉がしっかり発達してってなればちょっと違うけども、ある程度年齢いってから急に始めて、不調をきたすようなね、障害ってやっぱスポーツによってはね、あるわけよ。そう、そういうリスクあるものはやっぱ続けられないよね。それに、時間の制限があるもの。時間の制限というのは、自分の日常の生活の中で、毎日運動できるような時間を作れればいいけど、普通にね、普通に生活してて、なかなかさ、運動、その、
ダイエットのためにわざわざ運動するような時間ってのはさ、作れないじゃん。もう私みたいにさ、結構自由がある私でも、いや、寝る前にさ、ストレッチする時間を作ろうと思ったらなかなか大変よ。うん。そう。その他にね、まあ、精神的にさ、苦痛を伴うものもまあ無理だよね。まあ、ほんとさ、筋トレとかってさ、まあ、好き嫌いあるけど、好きな人は、やっぱ自分の体がどんどんどん変わっていくっていうのが楽しくて仕方ないっていうの。私はそこには全然楽しさを感じなくて、私は本当特に機械体操、機械運動みたいな、機械さ、ガッチャンガッチャンやらず、あれ本当に苦痛でさ、そう、あれが楽しそうに見えたことがない。まあ若い頃はなんか見たことないものを試してみるので楽しかったけども、まあある程度年齢いってからは、まああれが楽しそうに見えない。という精神的に苦痛を感じるものはやっぱ続かないよね。うん。まあそんなわけでさ、これ最後なんだっけ？あ、そう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 。これテキストには書いてなかったんだけど、まあ退屈で飽きるものもダメだね。そう。まあ、私の場合だと、なかなか言いづらいけど、ヨガとか、ヨガとか、ストレッチがなかなか続かないのは、なんか一人やってると、なんか退屈なの。飽きちゃうの。うん。まあ、それでなかなか続かないのが正直なところ。うん。じゃあまあ、となればさ、続けられる運動って何かっていうと、これ以外ってことよね。となると、まあ、いろんなリスクあれだね。健康を怪我しちゃって健康を害するようなものもあれば、時間がない。で、まあ、飽きるかもしれない。まあ、そうやってね、いろんなリスクを、取り除いていくと、まあ、結果的に日常生活の中に取り込めるようなものと、あとは、まあまあ、無理しなくても、モチベーションとして、生活の中にね、入っていけるような、ものじゃなきゃダメだなっていうことになると思うの。まあ私の場合は、自転車もあるんだよ。自転車もあるんだけど、自転車で行けば、まあ片道15分もかかんないようなところを、まあ毎日歩いて行ってる。うん。まあ歩いていくっていうのは、まあ健康とかそういうわけじゃなくて、まあただ単に、本当はここで初めて言うけど、まあ自転車のね、軸がなんかちょっと調子悪くて、自転車を直さなきゃいけないんだけど、なかなかね、大工事になると、なかなかね、お金もかかるわけよ。まあ、それにはちょっと今厳しいなということで、自転車はとりあえず置いといて、コツコツ自分で、工具を買い揃えて修理しようっていうことにしてるの。まあ、その間、自転車がないから、まあ、歩いていこうっていうことから、まあ、訳ありダイエットウォークが始まって、まあ、その間暇だから、ポッドキャストを始めたっていうところは、まあ正直なところで。まあそれこそ、別に、目的として運動があったわけじゃないけども、生活の中にね、取り入れた運動っていうことになるじゃん。まあそういう意味じゃ、まあ私の住んでるのは9階なんだけど、まあ毎日9階まで荷物を、てか階段で上り下りするっていうのも、まあ一つかもしれないし、例えばね、電車で通勤してる人、バスで通勤してる人、いろんな人いると思うんだけども、まあ、近くのコンビニまでは、歩いていくようにしようとか、なるべく車では移動しないようにしようとか、まあ、いろんな、コツコツ運動ができると思うの。うん、それこそ、日常生活の中に取り込むことができる運動だと思うんだよね。うん。まあ、その中で今日の問題を振り返ってみると、毎日激しくきつい運動をすることがやっぱりダイエットの王道だ。いや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 、そんなことしても続きません。続かない運動はやっぱりダイエットに直結してるとは言えませんよね。まあそんなわけで今回はノーですね。はい。そう。まあ皆さんもね、多分いろんな工夫で、特別なことしなくても運動できるような環境とか、座ったままでできる運動とか、お布団入ってから寝る前にちょっとできる運動とかいろいろありますからね。なんか工夫してやってるのがあったら、まあ、こんなことやってるよっていうのをコメントに残してもらえたら嬉しいです。で、明日の問題はというと、こちらです。明日の問題は、まあ、これもよく言われるようなお話ですね。無酸素運動は体脂肪燃焼に有効ではなく、有酸素運動を20分以上しなければ体脂肪は燃えない。イエスかノーか。もう定説のように言われてますよね。体重を落とすには有酸素運動だと。
有酸素運動が20分以上しなければ意味がないって本当いろんな人が言います。うん、私は有酸素運動って、まあ、まさにね毎朝行ってきたりするぐらいしかやってないし、まあ体を動かすお仕事なので、お仕事してる間も含めたら、まあまあ軽く20分は超えてますよね。だからね、まあ仕事中なるべくハードな動きをするようには心がけてる。そう、まあのんびりダラダラもできるんだけども、余計なことをするぐらいの勢いで、まあちっちゃかちっちゃか動くようにはしてるかな。まあまあ、昨日お話した言ってしまえばリハビリや高齢者の体力維持ぐらいの心拍数ぐらいにはなってるかもしれない。もうちょっと暑くなるとね、デーデーハーハーしてきますけどね。うん、まあ、そんな中で無酸素運動は体脂肪燃焼に有効ではなく、有酸素運動は20分以上しなければ体脂肪が燃えない、イエスかノーか、明日の問題こうご期待。そんなわけで今日はここまでになります。明日ももちろんお昼の12時に配信します。ぜひね、皆さんもまた明日楽しみにして聞いていただければいいなと思ってます。そんなわけで、まあこうね、今日も明日も明後日も頑張って、お話ししていきますので、よろしくお願いします。また明日。バイバイ。